よし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 。なれ！さあ、かげろう。前回はね、もう死にまくったわけですが、今回はもう死なず、パスパスと進んでいきたいと思います。さあ、初心者でいきます。もうバスバス行きますみたいな感じで、初心者モードで。いや、これまだね、まだ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 。まだまだ。うん。操作方法はね、さあ、ここから出なければと。まあ、勾玉をね、集めて、徘徊者から逃げて、勾玉3個集めて祭壇に向かって脱出という感じかな。うん。さあ、ここから出てくれと。私は出口で待っているよと。さあ、視点の感度をめっちゃ下げました。私ね、前回やってた時、軽くは言いましたが、ゲロ酔いしてたんですよ。ここに隠れると。はいはい。隠れる時は、ライターを消さないと見つかっちゃうんでね。それは覚えとこう。ああ、やっぱこの感度いい。この感度全然酔わない。ついさっき飯食ったばっかりだから、今酔ったらもう大変なことになる。さあ、違う。ここ。大したもん入ってない。ん？あ、これ HP 回復のやつか。大丈夫です。HP 回復とか言って結局、さあ、捕まったら一撃死なんだよね。なんだそれっていう感じだよね。まあ多分そういうことしてくるやつがいるんだろうね。一発で殺さずじわじわ殺すっていう、じわじわなぶる、そういうやつがいるんでしょうな。せい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 。びっくりした。こっちにちょっとシャンシャンがいるんで、こっち行こうか。ちょっと待って。やばい、行き止まりだ。大丈夫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 ですよ。ちょっとしばらくちょっと暗闇をご覧ください。オッケー。ふう。さあ、こっちは？うん。こっちもあったね。この部屋の無駄遣い。お、これは、一発だけ、徘徊者をひるませることができるフラッシュ。ファイナルフラッシュですね。え、2階なんかあんの？勘弁してくれ。広すぎる。あ、ここね。逃げるときはここと。まあ覚えられませんけどね、こんなマップ。さあ、ん？大丈夫か？チカチカしてないか？気のせいか？普通にちらつけるだけか。さあ、お、これは、水中というか水たまりも普通の速度で歩けるですね。ちょっと待って、一本道ガンガン進んでっけど大丈夫か。お、こけしだ。アーカイブですね。爆竹とか欲しいんだけどな。あと光る石、鍵ゲッツ。光
る石でちょっと目印をいろいろつけたいんだけど。大丈夫？怖い部屋？ここ。お、爆竹！ライツ！さあ、HP 回復一応しといた。ここだね。さあ、電池消費しちゃうけど、こっちの方が明るいんでね。これってそのままつけられる？ああ、そのままつけられるんだ。こういうライトってもったいないって思っちゃうんだよな。ケチケチ性分だからさ。ん？これなんだ？あれか。ピンチになった瞬間に勝手に脱出してくれるっていう。ほい。さあ、マガタマ1個ゲット。あと2個ですね。うちの奥、これ繋がってんじゃないかな。そんなことないか。さあ、百足がいないね。ムカデというか、すごいドタ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 走ってくるでっかい顔。あれのが怖いんだよな。リアルにあんなんつ、こっち向かって走ってきたらもうしょんべんっていうか。正面以外も出ちゃうよね。本来出ないものも全部出ちゃうっていうか。さあ、お、あるじゃないか。ちょっとここにこと。お、ここにもある。ちょっとしばらくじゃライトで遊んど。じゃあガンガン使ってこう。ここでここにありますよと。よし、嘘でしょ、デッドスペースすぎない？泣く女だ。これは目がそんな良くない代わりに耳がめっちゃいいっていうやつですね。多分足音出したら速攻で近づいてくる。だから爆竹で、明るすぎるな逆に。ここの中だな。嘘、タイミング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 。大丈夫か？あ、よかった、行った。最悪すぎてでしょ今タイミング。これ爆竹投げたらまた来るんじゃないの俺。いたいた、あそこに曲がったもあるね。どっちに投げようかな。ちょっとあの奥に投げようか。ほい、近すぎた、臭い。いや、いい位置、いい位置。さあ行け。あれ、おお、びっくりした。ここにいるんですか言ってますね。意外と足遅い。突っかかってる、大丈夫？キョ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 。いや、そこで泣くんかい。オッケーオッケー、よし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 。なれ、なぜ、なぜだ。危ねえ。よく見たらお面かぶってる。ここで泣くなよ。定位置に戻って泣け。泣くんだったら。
結構あれかな、ライトつけてたからかな、危なかった。ふう、あ、トコトコさんも来た。こっち来るか。あー、向こう行ってったね。いやー困ったな。これ足遅いから多分戻るのもすごい時間かかるぞ。さあ、ほら遅いんだ帰るのが。後ろから来てない？大丈夫？大丈夫か？よし、もうあれもう二日酔いの歩き方だもん。飲みすぎた日の帰りですね。じっくりついていこう。でもあの勾玉取らないといけないからな。爆竹もうちょいよく投げて、でライトつけずに行けば大丈夫かな。まあ見つかっても私の足だったら逃げられる。やべ、見えねえな。くそ、どんくらいの距離にいるんだ。ライターぐらいだったらいける？定位置で泣くな。これ厄介なのがあのトコトコなんだよな。さ、うまくすれ違いたい。あの音に反応してあのランニングマンが来ると大変なんだよな。あれ？反応してます？してた。よしよし、これだったらいける？よし、オッケー。ライトはダメみたいだね。ライターはオッケーなんだ。それは許してあげますよっていう優しい泣く女。オッケー、あと一個、あと一個見つけて、あれだね、祭壇を探せばオッケー。ちもいけるが、ここ祭壇じゃないか。鍵かかってる。くっそ、待て、け、危ねえ。来てるか。オッケー、セーフ、セーフ。泣く女、これは、あ、結構いろんなとこに勾玉はあるんだ。本当に3個だけじゃないんだ。結構余裕持って置いてありますよっていう粋な計らいですね。確かに鍵なんてそうそう見つからんからな。ここだね。ほい。よし。ほい。こう逃げろと。あるかな、でも。マジで泣いてる女だけいるっていう可能性あるぞ。どこだ？隣の部屋だな、これ。まあ行くか。ちょっと開くだけ開けてライターにして。泣かないで。
どうしたの？なんかあったの？気になってる人からの LINE が返ってこないの？ほい。爆竹あげるから泣き止んで。よし。泣く女、泣いてる女には爆竹を。ああすごい超近距離で。そんな、よし、さあ3つ手に入れました。あとはあの灯籠があったところだね。あそこに行かなきゃいけない。だけどあそこは鍵かかってる。しかもどんがらがっしゃーんで閉まっちゃってるから、困ったね。コンパスがあれば、あ、向こう行けばいいんだってわかるんだけど、あ、普通に着いた。普通に着いたわ。さあ、やったぜー、わっしょい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 。大丈夫だよな。うわー、なんだ、動かせなかった。ああクリアでした。音が可愛いな。ということで今回はここまでと。まだね、多分レベル1ステージなんでね、まだまだ簡単な方なんだと思いますが、続いてもやっていきたいと思います。では、面白かったらチャンネル登録、そしてぜひとも高評価を押していただけると私はハッピーになります。では次回もお楽しみに。ではまた。